皆さんこんにちは、写真家の井上です。今回は近所の山の中からお送りしています。この辺りは夏の間は鬱蒼としていて、ヒグマたちがすぐ近くに潜んでるのではとドキドキしながら森の匂いを楽しんでいたものですが、この今は坂道を転げ落ちるように晩秋から冬に向かっている感じで、森の見通しが良くなって明るくなってきています。きっとヒグマは来ませんと思いつつ、怖いからね、こうやってベアスプレーはいつも持ち歩いています。さて、今年の秋の井上はこちらのレンズ、ソニーの新型大口径標準ズームレンズの SEL2870GM、 そうです、 28mm から 70mm の F2 透視のズームレンズを手にして、秋の北海道内をあちこち撮影していました。今回はこの新しいレンズについて、井上が北海道の秋を撮った作例とともにお話をしたいと思います。まずこの新しいズームレンズの概要を見ておきましょう。 28mm から 70mm の F2 透視のズームレンズです。 F2 です。 28mm から 70mm までどの焦点域でも F2 で撮ることができます。これちょっとワクワクするでしょう。さあ、作例ということで、道南の景勝地の一つ大沼にある井上のお気に入りの場所で、このレンズの焦点距離について見ておきましょう。 28mm から70mm のうち、こちらが 28mm、 手前に落ちる木の枝のシルエット、そしてその向こうに見える駒ヶ岳が美しいです。でこちらが 35mm、 旅先で見た光景を残しておくには大切な焦点距離、画角だと井上はいつも感じています。そして 50mm、 単焦点レンズだったら基本の焦点距離の一つでしょう。特に今回ご紹介している新しいレンズは開放値が F2 というのですから、これは気になる焦点距離と言えます。そしてズーム端の 70mm、 美しい形をした駒ヶ岳がぐっと引き寄せられました。 28mm から 70mm という焦点距離は、皆様ご存知の通り、風景撮影の多くのシーンで活躍する焦点距離です。対応力の高いレンズということができるでしょう。今回ご紹介しているこのレンズは、これらの焦点距離を透視で F2 で実現しているという点に大きな特徴があります。ここからはこのレンズのボケの特徴について詳しく見ていきましょう。何度か氷点下の朝を迎えて真っ赤になっている七日窓、気になる 70mm でのボケの具合を見ておきましょう。F2 の時、ボケを拡大するとこんな感じ。 F2.8 の時、 F4 の時、 F5.6 の時、そして F8 の時、それぞれの F 値のボケの部分を拡大してみました。ズームレンズだというのに、かなり綺麗なボケを得ることができます。玉ボケはどうでしょうか。こちらが F2 の時、そして F2.8 の時、 F4 の時、 F2、F2.8、F4、 それぞれの時の場合の一部を拡大して比較したのがこちらです。なかなかいい感じだと井上は感じています。では解像感はどうでしょうか。錦秋の森の中で見つけた赤い紅葉の葉が巻きついた木の幹を F2 で撮影しています。被写界深度、ピントが合って見える範囲が浅くて、赤い紅葉の葉にはピントが合っていますが、その後ろの被写界深度から外れたところから徐々にボケが始まって、ふわっと立体感を感じる絵になっています。この赤枠の部分を拡大してみましょう。 4K で視聴いただいているとおよそ等倍になります。葉脈、葉っぱの表面に筋として見える構造を一枚一枚の葉っぱの中に見ることができます。
今回ご紹介しているこの F2 透視の標準ズームレンズは、こういったしっかりとした描画を楽しむことができます。クマいねえよな。ちょっと薄暗めの近所の林道で撮影していたこちらの1枚も見ておきましょう。拡大しなくても 4K 画質でこの動画を見ていただいていれば、きっと解像感の良さを感じていただけると思います。とはいえ、先ほどの例に倣ってこの赤枠の部分を拡大して見ておきましょう。前の1枚と同様に 4K で視聴いただいているとおよそ等倍になります。離れたところにある木々に絡まっている葉っぱの1枚1枚がしっかりと解像していることがわかると思います。ズームレンズとして気持ちの良い解像だなと井上は感じています。さあ、このレンズは F2 透視という明るいレンズです。動物たちが活動を活発にし始める日没で薄暗くなる時間帯で活躍してくれます。草むらの中にいるネズミを探しながらゆっくり歩いているキタキツネに会いました。日没時で暗くなり始めていたこともあって、いつもの1000分の1秒あたりでは ISO 感度が高くなりそうだったので640分の1秒としています。それでも感度を ISO 1250にキープできたのは、いつも使っている F2.8 のレンズよりも一段明るいこの F2 のレンズのおかげだったんです。草やぶの中に飛び込んだキタキツネを見失ってから少し先へ行くと、まだあどけない雰囲気のエゾシカが食事をしていました。先ほどのキタキツネを撮影した時の設定のままでしたが、ある程度のシャッター速度の速さとノイズが目立たない感度を保ったまま、しっかりとエゾシカのポートレートが撮れています。 F2 という明るいレンズは動物撮影時のシャッター速度や感度に一段の余裕をもたらす素敵なものになっていました。F2 という明るさですから、井上がめったに撮ることのない星空も撮ってみました。ノイズとの辛い戦いにはならなさそうな感度、ISO 1600でも4秒の露光時間と星が映るのは F2 という明るいレンズならではのことです。広角側が 28mm 始まりですから、本格的な成形写真の撮影のためにはちょっと画角が狭いかもしれませんが、レンズの明るさという観点からはこういった撮影も楽しめるかもしれません。次は逆光での写りについて見ていきましょう。大きな角のエゾシカとすれ違った時の一枚。井上はしゃがんでエゾシカの足の間に太陽を入れて、このレンズをいじめるような逆光シーンを作ってみました。それでも違和感のない描写をしてくれています。強い光源に向かってレンズを向けた時のファインダーの中はこんな感じでした。F2、2.8、5.6、8、11と絞り値を変えながら見ています。わずかにゴーストが出る角度があるものの、ソニーの GM レンズらしくとても良好なのかなと思います。ちなみに今回ご紹介しているこのレンズの最短撮影距離は 0.38 メートルです。近頃ソニーからリリースされる多くのレンズは近寄ることができるというのがいつもの嬉しいパターンですが、このレンズもそう言えるでしょう。これぐらい近寄って撮ることができます。このように小さな蝶々についても画素数の多いセンサーを搭載しているカメラ本体で撮影してトリミングをするという使い方をすると、まるでマクロレンズで撮ったかのような使い方ができるのかなと思います。これも楽しいですよね。さて、ここでこのレンズの重さについて考えてみましょう。今回ご紹介している大口径標準ズームレンズのこの質量は約 918g。 24mm から 70mm までの GM レンズ初代モデルの約 886g と同じぐらいの重さです。ギャ、重い!そう感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあそうですよね。近頃のソニーのレンズはどんどん軽量化されていて、小さくて軽いはソニーのレンズの特徴とも言える感じになっているのに、約 918g ですから、井上も初めは重いかもしれないなというふうに思いました。とはいえ、ここでこんな考え方をしてみるのはいかがでしょうか。ちょっと乱暴な比べ方かもしれないけど、単焦点の GM レンズに近い写りをこの1本に期待できるなら、24mm、35mm、50mm、85mm の GM レンズ4本と比較するんです。絞り値や写りっていうのはやや違いがあるものの、
どうですか、重量は4本で約 2305g ですよ。今回ご紹介しているこの大口径標準ズームレンズの1本の質量である約 918g と比べれば、その差は4本で 1.3kg。 1.3kg の持ち物総量を軽量化できるんだったら、これは大きな効果ですよね。それがこのレンズの中に詰まっているということになります。また外でのレンズ交換によるセンサーゴミの付着リスクを合わせて考えると、確実に利便性が向上することでしょう。スタジオのような場所でのレンズ交換なら気になりませんが、埃や湿気の多い場所はもちろん、屋外で風の強い時の交換もあまりやりたくないものです。ここからは井上が一番気になるオートフォーカス性能について見ていきましょう。このレンズは今日の GM ラベルがつくレンズとして申し分のないオートフォーカスの性能を見せてくれるという印象です。そう、高速で高精度で高追従のオートフォーカスになっています。高速高精度高追従と3拍子揃うと、野生動物を撮ることが多い井上はこう嬉しくなるんですね。超望遠レンズでの撮影が多くなる野生動物撮影における焦点距離という観点からは、まあさすがにメインレンズにはならないのですが、サブレンズとして良さそうです。不意に彼らと近い距離で遭遇した時のためのレンズとしては素晴らしいものがあります。キタキツネの瞳 AF の相方をファインダーの中でどのように見えるのか録画をしてみました。こんな感じ。さすがに超望遠レンズではないので、画面の大きさに対するキタキツネの顔の大きさが小さめです。そのため少し迷うところもあるのですが、その速度や追従性は他の GM レンズ群と遜色のない挙動だなと感じています。さあ、いつもの作例、キタキツネです。秋が進んで冬毛になってきています。この時は 300mm や 400mm では近すぎるところを悠々と歩いていました。きっとネズミを探していたのでしょう。こんな時は焦点距離の長いレンズでキタキツネの顔や目の周りを切り取るというのも一つの撮り方ですが、せっかくの素敵な冬毛になったばかりですから、キタキツネの全身を入れて標準域のレンズで撮っておきたいもので、すかさず今回紹介しているズームレンズを使いました。枯草が茂る雑然と映りがちな背景がうまい具合にボケてくれて、被写体であるキタキツネとしっかりと分離がされています。これはありがたい描写です。カサコソカサコソとキネズミことエゾリスが錦秋の森の大きな木から降りてきました。ピント合わせが早い α1 というボディのオートフォーカスシステムとの併用でも動作遅れを感じさせない感じ、そしてしっかりとピントが合うこの感じはいつもの GM レンズだなという感じで安心ができます。この赤い点線の中を拡大してみましょう。エゾリスの目にしっかりとピントが合っていることがわかると思います。この感じ信頼できますよね。野生動物の撮影は薄暗い環境での撮影が多くなりがちです。そのためできるだけ F 値が小さな明るいレンズを使いたいと思うものであり、 F2 になると、お、APS-C センサーのカメラに装着したら 105mm の F2 が得られるのかとちょっとワクワクしてしまいます。薄暗い中でも1000分の1秒あたりのシャッター速度を稼ぐこと、背景をとろけるようにボケさせることで被写体と背景を分離させて立体感を楽しめて、高速高精度高追従のオートフォーカスとなれば、野生動物撮影における素敵なレンズということになるのです。こちらは今回ご紹介しているレンズ SEL2870GM を APS-C センサー機である α6700 に装着して撮影しています。シャッター速度は1000分の1秒という速い設定ですが、 F2 という絞りのおかげで ISO 感度は200です。ノイズレスに撮れます。明るいレンズ万歳ってとこですよね。エゾリスが大事そうに両手で持っているどんぐりをガリガリやってる中で、どんぐりの傘がピュッと飛んでるところがなんだか素敵です。被写体を画面いっぱいではなく、こうやってポツンとその環境に置いてあげることで、どんなところで生きてるのか、その雰囲気がボケの中に映って彼らの世界を垣間見ることができる一枚になるのかなと思います。 APS-C センサー機はその価格帯との関係で GM レンズとは無縁とも思われることがあるのですが、AI を使ったオートフォーカスを搭載している α6700 というある意味全部入りの 1.5 倍画角を得られるカメラ本体は、野生動物撮影との関係では素晴らしいコストパフォーマンスを見せてくれるとも言えます。そこに今回ご紹介している F2 投資というとても明るいズームレンズを装着して撮影に臨むことができるのですから、野生動物撮影好きの方々のサブレンズとして垂涎の一本にもなるだろうと考えることもできます。
さて、この新しい F2 投資の標準ズームレンズは映像撮影用にはどうでしょうか。まずブリージングのテストから見ておきましょう。ブリージングというのはピント位置を前後に移動させるときに画角が変わってしまう現象のことを言います。ピントを移動するときに画角が変化してしまうと意図しない視覚効果が生じてしまって、その映像を見る人に違和感を与える可能性もあります。こちらの映像は10年ほど前にリリースされていたレンズで撮影しているものです。静止画を撮影するには素晴らしいレンズで、今でも井上は時々使っているレンズなのですが、このように映像を撮影するとなるとピントの位置を調整するたびに画角がグワッグワッと変化してしまいます。一方、こちらは今回ご紹介しているレンズでの撮影です。ピント位置が手前の葉っぱから森の奥へ変わるときに画角の変化がわずかであることが感じられると思います。今回ご紹介しているレンズをブリージング補正機能を搭載した比較的新しいアルファのカメラ本体に装着することで、ピントの位置を変えた時にこのような画角の変化が少ない映像を得ることができるようになります。今回ご紹介しているレンズにはもう一点、映像の撮影に向いている特徴があります。それはオートフォーカスの駆動音が小さいということ。映像の撮影中にピントの位置が変わるたびにレンズによってはオートフォーカスの駆動音が映像に録音されてしまうことがあります。こちらは先ほども出てきたちょっと古いモデルのレンズでピント位置を変えながら撮影しています。ちょっと耳を澄ませてみましょう。オートフォーカスが駆動する音が聞こえていると思います。これは録画したファイルに取り込まれてしまってるんですね。そう、盛大にブリージングもしています。一方、今回ご紹介しているこちらのレンズ、オートフォーカスの駆動も聞こえませんし、先ほど見たようなブリージングもほとんどありません。今回ご紹介しているこの F2 の大口径標準ズームレンズはブリージングもオートフォーカスの駆動も少なくて、映像撮影用にも良い感じだなということができるでしょう。いかがだったでしょうか。今回ご紹介した F2 投資の大口径標準ズームレンズ、 28mm から 70mm という使用頻度の高い焦点域をズームで対応しながら、 GM レンズのラベルがついているだけあって、その描写能力は単焦点レンズのように洗練されています。また約 918g というその重量は1本だけで見るとやや重くも感じますが、複数本の単焦点レンズの役割を一定程度果たすと考えれば、その携帯性が良いということもできるでしょう。オートフォーカスの性能を見ると、最近の GM レンズらしく高速で高精度、そして高追従かつ静かでブリージングもほとんどない。動き回る動物の写真撮影だけでなく動画の撮影にも向いていて、広い汎用性を持った大口径標準ズームレンズということもできそうです。
標準ズームレンズという選択肢の中でさらに素敵な写真や動画の撮影を目指したい方にとってうってつけのレンズだなと思います。ぜひ全国のソニーストアや家電量販店で実際にお手に取って、その使い勝手と画質の良さを体験していただいて、汎用性の広さと便利さを想像いただければ嬉しいです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。この内容が役に立った、もっと学びたいという方は高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた。